おっとやってきました、デルガダール神殿。サムネに使いやすいようにいい景色は撮っときたいよ。よし、大丈夫か、顔隠してないけど。どうもこんにちは、入場料払うんで入れてくださいと思ったら誰もいなかった。魔法の剣、さすがに MP 回復銃とか役立たねえぜ。視界悪い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 。最終ポイントは、あっと神殿の裏にある。よし、覚えておけ。神殿行きまーす。ピョンピョン、全然飛べない。レッドオブパグリに来ました。はっ、なんだと、これは盗むのが楽そうだぜ。し、死んでる、倒れている。風が、でもこの風泣いてます。コンドルっぽいのがいる。今日のコンドルはコンドルな。返事がない。すでにこと、ああ近場練ってる。お前ら石の裏襲撃したんだろ、ざまみさらせ。もうダンジョン入っちゃってるな。裏に最終ポイントあったんだけど、きっとこの辺にコン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 、ガガガガガガ、インディ・ジョーンズかな。行きまーす、ダンジョン入る。おお、コウモリの演出。あれビルダーズでこんなとこ行った覚えあるな奥行ったらあのマミーたちに囲まれた覚えがある。祭壇の前急げ、オーブが危な。ここで文章が途切れている。よよ、急げ、敵もいないんだよな。ああそこでタムロいるわ、ホイミスライム。プニプニプニ、あらかわいい、ほんとホイミスライムかわいいわ。おお、スライムブローが入った。え、こんな柔らかそうな触手の攻撃7も食らうの。これ回復量の方が多いんだけど、スライムブロー強い。ここの後ろに最終ポイントがありますよと。よしよし、よし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 、ここか。光ってた。レアレアレア、獣の皮。ああ、まあまあ、これ買おうとしたら100ゴールドだったはずだからね。美味しい美味しい。いやー、うまい。宝箱も一つぐらい欲しいんだけどな。にゃー、うん、ない。戻る戻る。お前だ。さっき戦ったあいつ。ライブゴー超強い、覚えてよかった。スープだ、さっきのボスとは違うね。お、インプは宝箱。コウモリの羽、インプってコウモリなの。私コウモリですよ。そう、タモってんだけど、このインプたち。お前は田舎のヤンキーか。おらー、一匹足りない。はぶったの？かわいそうに。
カヌにだって装備させてあげないからね、俺。お前は金持ちベスト着てろっていう。このゲームね、お前ハブられてたんだ。友達じゃないんだってさ、お前一人だけ。じゃあ許してやるよ。ぼっちは許してやるよ。一人ぼっちは寂しいもんな。超敵いるけど、別にアイテムがあるわけでもないし、スルーするか。スルースルー。うわあ、急にいてびっくりした。おっと、ギズモもいる。やっぱ結構ミスるな。命中率も欲しくなってくるな、こうなると。そりゃ死にそうなやつからマス。守備力高っ。うわスモークさん強いっす。感じた。それでいて68ポイントじゃない。お、スモークが宝箱を落とした。聖水だ。スモークの聖水。さバレた。壊れてる。宝箱とかないんですか。スモークが現れる。こっちだ。バーカバーカ。は素材なさそうな感じなんだけどね。逆に宝箱があるかもしれない。ドラクエ8の時はあれ入ると同時に宝箱があって、大体地図があった記憶がある。力の指輪、これは絶対装備全頭あかんやろ。これあれかな、神かな。ブーメランの攻撃力が上がるとだいぶ楽になる。で、俺はメイン盾、神はメイン剣、メインブーメラン。あ、こいつは気づいてない。ガバガバ系。なんか光ってない。スモークさんが分身っていうかね。姿を表すんだよ。コウモリの。騙された。やばい、強そうだ。ちょっとギラッときた。スモーク爆発しそうだけど大丈夫。はい、メイン盾が8も食らうだと。やめろ。メタッピー。やっ、攻撃力高っ。やめて。もう神のヒットポイントは半分よ。攻撃は最大の防御だ。神行け。お前のブーメランで決めてやれ。ふう、それで安心。ほら、やったぜ。お、メタッピーは銅鉱石。この世界のね、鉱石は銅しかないのか。安心、これで安心。ボス直前ぐらいでレベル上がらねえかな。マップ見れるんだね、地図取ってないけど。このスモークをどうにかかわさねえか。下か。ダメだ。こいつら俺に気づいていないのか。よし、騎士団の服もうそれ持ってるよ。あれ行き止まりなんだけど。よし、レッドオーブはなかった。もういいな、神帰るぞ。あ、もうやっぱ倒さないでゆっくり弾丸もできん。コインスライムを早めに倒してる。スライムゾーン落ち着いて探索もできん。やだ、私の神守備力弱すぎ。だが金を稼ぐ。いいね、ブーメランの攻撃力。おっと、会心の刺激初めてか。やったぜ。
下画面が見えない。行く道がわからんぞ。あっ、ここ、これか、ここか、ここだな。戻っていきます。地図こっち行って、こっちだ、こっちだよ。あ、なるほど、こんな風になってたのか。下に参ります。寝てるこいつら。機械のくせにお前ら寝るのか。機械になって睡眠はあるんだ。機械にだって睡眠は必要なのです。いけろー。お、ついに初めてモンスターに乗る時がやってきたか。フィールドでキラキラして見えるモンスターを倒すと乗り物にできますか。なるほど、遅い。キャー、使ってやがるじゃねえかお前。よし、やったな。よし、縦パリ。どうだ、カラクリエッグたちをやっつけた。そして乗れるようになった。どうやって乗るの。乗る、大ジャンプ、ヤッホー、守りの種、魔法の生成2個、大ジャン、優しい帽子作り、羽帽子。ああ、錬金的なものをしようかと思ったら、こんなところでできるわけはなかったの。乗ってんの、中入ってる。はっ、ジャミラス系、レッドオブ、レッドオブカモン。こいつ楽な仕事だぜ。このモアの方に渡すだけで褒美は思いのままって話だからね。おい、何の話してるんだ。その場俺がいただくぜ。ヌスットとヌスットの戦いだ。なんだお前ら、ここに来た風を乗ろうがいいわ。イビルビース、いや、回復してからにしてほしいんだけどな。作戦、おい神を命令させろ。つってもまだ作るともね、あれもないからな。はい、手で一遍盗んどけ。盗めそうなものを持っていない。よし、これで安心だ。ギラー、ちょっとホイミが使えなくなる。大丈夫、約束結構あったな。ギラーを食らえ。うわうわ、ふぃ、あ、作戦がね、バッチリ頑張れでいいよ。どうせお前戦うしかすることねえし。ボミオス、まずい。俺たちすっごい遅いよ。はい、ほい。うわー、守備力いく。俺硬い。さすがメインだ。どうにかしておく。一人。よし、ゾーンに入った。私もゾーンに入りたい。おい、カバーニュー。ナイス。俺ももう入れよ。ホイミしかしない。ヒットポイント探偵じゃないか、俺。ナイス回収。痛い。俺もゾーン、俺のゾーン。とりあえずもう一回殴っていって、よし、わかるか、これが連携だ。いくぜ、シャドウアタックだ。ああ、正面からの攻撃、そしてこれが後ろからの攻撃。ちょっとよい。やったぜ。
レベル上がるんだろ。お、330ももらった。これで回復回復。もうけもんもうけもん。新しい呪文を覚えた。ジバリアだ。で、連携火炎陣。俺レベル上がってねえし。ブーメランブーメラン。結構ミスるから命中率とっとと上げとこうかな。こっち行くなら三河市。しかも8だもん、きついね。片手剣はいらないわ。探検も使わないからね。結局ブーメランだね。割とブーメランミスるよね。でも攻撃力だね。もう一回待とう。俺も一応レベル上がってたんだよ。ドラゴン斬り、会心率アップ。ソードガード、武器ガード率が大幅に上がる。剣の構え。武器ガード率いるの？あ、攻撃力18。でもこの先がないのが悲しい。これ何なんだろうな、ほんと。メタル斬り早く覚えちゃい。でも、あえて、ドラゴン斬りからメタル斬りに行った方が、いいのかな。こっちから回るとね、こう行かなきゃいけないけど、こっちから行ったらこう行って、こっちにも行けるっていうね。攻撃力6アップ。こっち10アップ。はい、ということで、ドラゴン斬りだな。よし。結構強かった。確かに、だって神の守備力が低くてやっぱボス戦はね、ちゃんとまともな装備にしなきゃダメだね。レッドオブー、あ、早くラーミア復活させようぜって。お前と一緒にいればいつか俺の願いは果たされるっていうのは、俺の願いの質問はなしだぜ。これは俺の問題だからな。やることも全部終わったし、じいさんが言ってた東の旅立ちの祠に行こうぜ。これ死にそうだから、ホイミホイミ食べてみて。罰でジャンプしようとしちゃったわ。どこかショートカットポイントはないのか。そういったものはありません。ショートカットポイントな。これで踏んだらさ、倒せるとかないでしょ。ダメだ、普通にバトル始まった。いっこれだ。あっさった。はい、みーバーク回復に走ってどないすんねん。私が与えるダメージの方が多いぞ。エミニーゼロだけどな、早くレベル上がれ。キャッチ。これで MP 完全回復だ。いやー素晴らしい素晴らしい。2じゃ足りない。10だろ。次こっち行く。ゾーン率上げとく。ドラゴンって早く出ず、メタル斬りを覚えたいんだね。とりあえずメタすら倒せない時のストレスやばいからな。我慢だ我慢。リレミットで帰ろうかな。でも出るところあたりにイベントあるかもしれない。そもそもシンボルエンカウントだからね、あんま気にしなくていいんじゃな。ザコ無視すりゃいいだけだし。え、いた。え、なんか急に出てきたんだけど、こいつもメタッピーだからメタル斬り効くのかな。途中でイベントがあるかもしれないんで、歩いて帰ろう歩いて帰ろう。そんなもんなさそうだな急に。で、あ、ちょっとおい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 、やっぱ結構ミスるな。攻撃力アップより先に命中率上げようかな。はい、ギラです。あやとお前一人4体って初めてだな。あれ、おお、いい経験値。もうリエンド使っても何度も
な、ん？いた今もう。いやー、結構ミスんな。何パーあんだよ現状の攻撃命中率の。うわお互いに褒めかけ合う。お前ら仲いいな。じゃあ仲良くしね。おりゃまずはお前からだ。ピンクエー、はい、さようなら。ピンクビー、誰が言ってんだよ。お、宝箱を落としていった。コウモリの羽。はい、脱出脱出。ショートカットできたね。はい、できない。ただいま、ただま。アンチャーにこんなシーンあったな。アンチャー4にね、うん、墓から脱出するシーンこんなんだ。特に何もなかったじゃねえか。リレンドでよかったか。ぴょんぴょん、じゃーん。おい、スペランカーなら死んでるぜ。タッタ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 タンタンタン。見張りの人いなかったよね。まあ中で死んでたのかな。馬は、馬帰っちゃったよ。もう お客様の中に馬はいませんか。楽しそうで何より。最終ポイント、もう大体取ってるね。よし、キャンプ場で馬呼んで。レベル上がったから休む必要もないんだよ。馬がないと遅い。こっちじゃないよね。おい、どこに向かってるんだって思った今。こっちこっち。一応ボスも倒したしセーブもしとくべきだね。オートセーブされてた気がするからあんま気にしなくていいと思うけど。だいたいここのあらすじは予想がつくからね、聞かなくていいから。レッドオーブを取り返したのであったローが言って終わりでしょ。普通にまあ一応セーブはしておくけど。あと羽帽子が確かね作れるって。おっ、カジがレベル上がってるじゃん。カジくん集中力が2ポイント上がった。上下打ち2マスを同時にやや強めの力で鍛えられるんだぜ。ワイルドだろ。羽帽子、獣の皮、これ高いんだよな。でも作る。じゃあやってみる。特技を食らえ。コマ、もう一回行くと行き過ぎるよね、明らかに。安定しねえな。あー、行き過ぎた。ここがちょうどいいぐらい。あー、全然足りない。ここ、行き過ぎた。あー、難しい。仕上げる。にんにんにん。あー、プライチだと、うー、外れじゃねえか。まあだからといって打ち直すほどでもない。羽帽子、しょうがねえな。あまりにも守備力が低すぎるからお前にあげるよ。どうせ体は今のその装備で当分いてもらわなきゃいけないからな。お、おっさん、おっさん、ようこそ。私は旅の商人です。獣の皮はやっぱ高かったね。
でも普通に帰ることが分かってりゃ問題なし。なんか言ってたぞ今。不思議な感じで作った出来の良い装備品は高く買い取りますよ。なるほど。我が庭に。お次は聞く。次のレベルは630。あ、結構遠いな。じゃあもう一度。はーい。じゃあとりあえず休んで、はい、次昼ぐらいまで寝ようか。昼まで寝るって。条約出勤です。